舞台カリギュラに出演します橋本敦史です。そうですね。カリギュラですね。僕初めて戯曲読んだのは20代前半ぐらいだったんですけれども、その時はもう哲学的すぎても全く理解できずだったんですけれども、まあ他でやられてる芝居を見たりとか、最近また戯曲を読み返したりして、その時感じたものとは違うものを感じたりとか、とても身近に感じたんですよね、世界観が。人間的な話というか、そういう部分でちょっと取っかかりがつかめたかなと思って、まあでも難解なことに変わりはないので、稽古までの時間、そして稽古の時間を必死にゆっくりとしっかりそう咀嚼して、理解していけたらなと思います。栗山さんとも初めてのお仕事ですし、共演者の方々も皆さん初めましての方ばかりですので、とても刺激的な稽古場になるんではないかと思っております。きっと素敵な作品にしたい、させたいと思います。ぜひぜひ、2019年11月、12月劇場の方でお待ちしております。よろしくお願いします。